高専学力入試対策、大問1、数学の消文集合についてやっていきたいと思います。今回は各都道府県の公立入試から正当率が50%未満だった問題を集めて皆さんと一緒にやっていこうと思います。一見難しく見えないけれど、解きにくいってやつですね。学力がいろんなレベルの人がいる公立入試において50%、40%、30%くらいの正当率ってことは、高専入試だったらプラス10%から20%ぐらいの正当率になるので、 ま、解けないとダメだよねって感じで少し緊張感を持って解いていきましょう。それではやっていきます。それではまずこの問題ですね。度数分布表の問題です。こちらの状態から与えられた数字を使って平均値を求めなさいという問題です。それではやってみてください。皆さんができた前提で解説、答えを見せていこうと思います。それでは回答、解説を見せます。答えはこちらです。こうやって解きます。まず各階級の階級値を出して、で、その階級値、 と、度数を掛け算したものを各階級で出します。それを全体の度数で割り算したら平均値です。こういう求め方と決まっているので知っておきましょう。そうすると、ここが460になって20で割ると、これは23メートルという風うに出るので、こちらが答えになります。次の問題です。連立方程式ですね。ぶっちゃけこのイラストね、本当に必要だったのかなって疑問ですけど、解いていきましょう。こんな感じの問題文で、 で、最初は簡単でしょう。ただの計算です。で、次は、表のヒントがある上で、連立方程式を、まあ、立ててください。という問題です。で、実際解きましょう。ということで、皆さんが実際に解けた前提でお話ししていこうと思いますので、お願いします。それでは、実際に答え、解説を見せますので、ご注意ください。解いた後に、これを見てください。それでは、こちらが答えです。まず最初が 42g ですね。濃度を割合に戻して、そして、溶液の質量にかけると、溶質、溶けている物質の質量になりましたよね。これは基本です。 濃度の公式からでも、こちらね、導出できると思います。あと、まあ、表を使わなくてもいいんですけど、こうなりますよね。それぞれの食塩水の質量を文字で置くと、食塩の割合っていうのは、百分率から出せますから、出しておいて、で、食塩水の質量と割合をかけてあげたら、溶けている食塩の質量が出ますので、あとはこれを連立方程式すればいいわけですね。足したら、ね、この2つの食塩水を足したら、もちろん、600g って言われてるから、 これを連列方程式の一つの式として立てておく。で、溶けている食塩、溶けている食塩も足したら、もちろん7、7%の濃度で 600g あるわけだから、42g の塩が溶けているはずだ。 混ぜる前の2つのビーカーに入っている食塩を足せば、それは 600g7% の食塩数に溶けている 42g の食塩になるはずだ。ということで、この2つの式を解いてあげれば OK かなというふうに思います。これを解くと、450g と 150g になったら正解です。450と150が正解です。はい、2問目終了です。いかがだったでしょうか。はい、それでは3つ目の問題です。サイコロ2つ出てきてますね。 ああこの時はどうやって解くんでしたっけって話ですね。で今回もう一つ難しい点がありますね。それは秘密です。それでは実際にこちらを解いてみてください。皆さんが解けた前提で解説回答を見せますのでご注意ください。それではこちらの問題の答え解説を表示します。答え解説はこちらです。はいえ。こうやって解きますね。全部チェックしてしまった人はしょうがないんですけど、一番スマートな解き方言いますよ。約数の個数が3個以上ってことは、まあ、調べていったら結構あるんですよね。結構あるんですよ。 で理想は理理想想ははですよ。理想は言いますよ、そうじゃないやつに注目してください、ね。約数が要するに2個以下ってことです。約数が2個以下のものに注目すると、それって素数の定義と一緒なの気づきますか素数って1か自分自身で割り切れる、まあ、数ですよね。ほぼ素数です。素数のような条件になってるんですね。2個以下だと。そうするとどうなるかっていうと、1は素数じゃないんだけど、今回、は 一を混ぜて、プラスアルファ素数をカウントしてあげれば、実は求めなさいって言われている条件じゃないやつが出てくるわけです。そうすると、あとは他は絶対約数を3つ以上持っているってことはわかるので、こういうふうに解けると理想かなと思います。こういうのを四事象って言います。求めなさいって言われている事象が多すぎる場合、求めなさいって言われている事象が多すぎる場合、そうじゃないのを先に求めて、 全体から引いてあげる。で、この先に求めるあんまりパターンがない事象のことを四次章って言います。で、この四次章があんまりないときね。あんまりパターンが限られてるとき、少ないときに、まず四次章を求めるっていう解放が有効になります。はい。いかがだったでしょうかこれが理想ですね。まあ、最悪全部調べても OK です。その代わりミスらないようにってことですね。はい。まあ、その場合は1はいくつあっても1カウントですね。1×1×1 ってあっても、約数は1カウントです。 で、1以外の異なる2種類の因数があれば、もう約数は3つ以上確定だから、その場合はチェックチェックってね、つけていけばいいのかなっていうふうに思います。はい、そうするとね、36分の、いっぱいこれ数えないといけないから、こっちを数えて36から引いてあげればいいでしょうね。そうすると、36-7で29個ってわかります。これが7個ありますからね。1234567。か36から7を引いてあげることで、残りのこのチェックの部分の数が29っていうふうに出ると思いますから、から36分の29が正解になります。 はい。いかがだったでしょうかまあ、全部一気にね、これ自分でちまちま求めてもいいですし、3個以上ってことはいっぱいあるだろうから、あ、約数が1か、約数が2個のものを先に求めておいてあげて、それ以外のものをチェックつけてあげようって解き方、解き方でも OK でした。意外とね、これ腹立つ結末だと思いますけど、ちょっと難しいですよね。はい。ということで、4問目、えー、終了です。 次の問題はこちらです。こちらで最後にしようかなと思います。このように演習場に4点があって AC と BD との交点を P とします。この時、えー、PA 対 PD。 pb 対 pc であることを証明しなさい。こちら、高校、高専の範囲で言うと、方べきの定理って呼ばれる定理なんですけど、これの証明ってことですね。まあ、そんなに難しくありません。それでは、解いてみてください。皆さんが解けた前提で答え解説を見せますので、ご注意ください。それでは、答え解説を見せます。こちらの問題の解き方はこちらです。はい。この補助線2本で大丈夫なんですね。どうすればいいかっていうと、もうこれ頂上型で、掃除確定なのわかりますかね円周角の定理で、こことここが等しくて、さらにここの円周角使って、ここね、ここの円周角が等しいっていう風にすると、まあ、組の角がそれぞれ等しいってことで、三角形、 PAB PCD と三角形の相似がすす。ぐ証明できますよって対応する辺の比は等しいので PA 対 PD イコール PB 対 PC であることがわかる以上です難しくありませんねあとこれ気づけるかどうかって感じでしたはいということで以上ね演習終了しました 最後に広告挟ませてください。高専の推薦入試の面接、小論文、作文対策で過去問が欲しい方、こちらかなりおすすめです。過去2、3年分に遡って数百人の受験生の方にどんなこと聞かれましたかどんなテーマでしたかっていうのをヒアリング、アンケートをたくさんして PDF にまとめています。まあ分量とかページ数の詳しい情報はね、こちらをご覧ください。こちらかなり使える教材になってますので、概要欄からぜひともチェックしてください。配信中です。そして、プラスアルファ、マンツーマン添削サポートですね。こちらもかなりおすすめのサービスになっています。一人一人、一人一人みっちり赤ペン先生みたいに添削してレベル スラップを急速に高めることができます。本番かなり有利に戦えるのでこれもチェックお願いします。 そして、映像講座のご案内ですね。冬季講習とプレミアムパックという動画講座です。こちらも当日8割9割取りたい方、えー、かなりおすすめの教材になってます、えーと。当日ね、もう合格に必要な点数が欲しいって人は、もうこれ受けとけば大丈夫です。えー、ぜひともこちらの受講のほどよろしくお願いいたします。そして最後、えー、テキスト媒体のご案内ですね。テキスト媒体の教材のご案内です。こちら、当然、学力入試によく出ている、まあ、傾向、そして単元、形式にのっとって編集している問題集になっています。こちらもかなりおすすめの教材になってますので、お買い求めよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に PDCA school. Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.